と走り込むことができて、とても良い練習ができたと思います。でその後都道府県ではちょっと思うような走りができなかったんですけど、疲労を抜きながら宮崎の方で最後の調整をした時にもしっかり調子を上げることができたので、今回は自己ベストを目標に走りたいと思います。国連女子陸上部所属の赤羽由紀子です。よろしくお願いします。年末から宮古島で合宿をしてきました。年末の40キロ走は思ったよりもいい形で走り切れて、またその後そのダメージがちょっと出てしまって、あちこち痛みが出てしまったんですけれど、なんとかスタートラインに立てそうなので、はい、調子の方はだいぶ上がってきてると思うので、そうですね、最後のレースをしっかり走っていきたいなと思います。目標の方は優勝を目標に練習をしてきたんですけれど、万全な状態はちょっと作れなかったので、とにかく最後までどこまで先頭集団についていけるか粘っていきたいなと思います。ありがとうございます。農林水陸上部の百合真理です。よろしくお願いします。年末年始は宮崎の方で、ずっと合宿をしていました。合宿中は風邪をひいてしまったりとか、散々ではあったんですけれども、少しずつ状態はよくはなってきたというような状況です。目標タイムは、去年の、2時間26分49秒を切るということを目標にしているということと、35キロ以降の走りを、去年より1分、2分近く上げて走るということを今回目標にしています。よろしくお願いします。山田茂殿です。よろしくお願いします。このレースの前に合宿はいつもチームで行っているアメリカのアルバカーキで合宿をしたんですけど、練習の流れとしてはずっといい形では継続してできていたと思います。距離走では距離はしっかり走れたんですけど、少し合宿の後半で疲労が出たりして、思うようにスピード練習っていう部分では少しもうちょっとやれておきたかったなっていう部分はあるんですけど、その後も、疲労とかも形では続けて、練習もずっと継続できているので、調子とかも悪くはないと思っています。今回の目標は自分の自己ベストを更新することです。皆さん、僕はテキアナハマラシマコ。Я провела сборы в Крыму, это в городе Алушта, возле моря. Я думаю, была проведена очень большая, хорошая работа, и я нацелена на результат. Думаю, что постараюсь победить. Целевое время пока что как бы нету, мне тренер скажет в ночь перед марафоном,